神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。 なっそうかぼくのそうか僕の信仰の最後のピースはこれだったんだエイコうばさんに相談してみようたけっちゃん イスラエルのことなら私に任してエイコバさんイスラエルを軸として聖書を見る時これまで見えなかった神様のご計画が明らかになりますその最後のピースにやっと気づいたタケちゃんそこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです お邪魔しますたてちゃん、いらっしゃいやーい、こばさん、こんにちはこんにちはまた質問するの嬉しいなもう、次いつ来れるかなと思って楽しみに来たよ、今日もありがとう早速だけど、質問してもいい、うん、いいよ、いいよいや、今日聞きたかったのはね聖書とも直接関係あるかわからないんだけどイスラエルのことをテレビで見ていると なんか結構イスラエルはいつも悪者のような扱いがされていてそしてパレスチナ人がかわいそうじゃないかっていうような報道がされているように感じるじゃないいやそれは何でなのかなと思ってねおばさんは18年間イスラエルに住んでたのでその辺のこともね知ってるかなと思ってたけちゃんすごいね。 ほとんどの人がこう報道を丸飲みしてしまってイスラエルのこと起こってるんだけどたけちゃんはこう疑問を感じるってすごいと思うわこれはね1973年に起こった第四次中東戦争がものすごい大きな影響を与えてる次。 中東戦争。あのイスラエルでは、四キプール戦争って呼ばれてるのね。四期、うん、プール。うん、うん、それは大食材の日。っていう。うん、ああ、大食材の日っていうのは聖書の中で。うんえー、命令されてる例祭で、えー。大食材の日に。大祭司が。一年に一回だけなんだけど。その日に。 死生所に入って契約の白のところでえ全民族の罪の許しを神様にお願いするという大変な日なの。うん、上っていうと新年の死生所に1年に1回入ってたそれが読む木プール四む木プール大食材と同じ,と、うん、同じでも新年が今なくてもその例祭っていうの今もやってるの もうすごい大切な日な日のね、うん、それでこの大食材の日っていうのはもうほとんどのイスラエルの人が断食して神様の見舞いにへりくだるという日なのよ。へ、うんうん、えー、あそれを今も行われている祭りなんだ。んはあ、ずっとそれ信念がなくてもそうやってやり続けているっていうのはやっぱ神の民だっていう感じがするね。そうね 本当に一生懸命で神様に仕えようとしているああ民だなあって思わされるんだけど<ー>、えー、その日はもう本当みんなああ断食して祈る日だから兵士たちも、うん、ああ家に帰って、うんえー、家族と一緒に、えー、神の見舞いにへりくって断食しなさいっていうね<ー>そういうような日なの。じゃ 戦,いが戦争が起きているような時でも、まあ、起きそうだって言っても戦いが、ね、起きそうだと思ったらもちろんそれしないと思うんだけど、うん、全然予期してない時だったので兵士たちたくさん家に帰って、はいえー、断食して祈ってる時にその時に一気に、うんえー、シリア エジプト、うん、ヨルダンあそしてイラクそれプラス5,000人のアラブ人が一緒になってわっと一気に襲ってきたの、えー、あそれが1973年の第4次中東戦争そう<ん>ヨムキプールの日に兵士たちも家に帰って、まあ、戦う準備をしてなかったってことなんだ、ね、そうなのよ <laughs> 周りの国がおお、それはえらいことだね全然準備してない、うん、準備してないだからまずは<ー>イスラエルはその家に帰ってる兵士を大急ぎで帰ってきなさいと呼ばなきゃならないこの時にイスラエルという国がもうちょっとでなくなるところだったね、えー、危なかったってことなんだ、えー、すごい危なかったのね、えー えそれで、えー、アラブ人の攻撃がすごいっていうこの食大食材の日で神様の前見舞前いにへり下ってる時にこんなことになったっていうので世界中のニュースが、うん、ユダヤ人かわいそうにって報道したのねその時はユダヤ人かわいそうでしょうっていう、まあ、正しい。 報道が出て。どこの国でもされてたってことてそうなのね。えー、そうしたら、イラクの元大統領、うん、サダムフセインが、<ー>ものすごい言い勝って、<ー>こんな報道、イスラエル側について、えー、報道するような国全部、石油を配布するのをやめましょうって言ったら、 アラブ諸国全部がねそれはいい考えだと言って石油を送るのを止めたがゆ、うん、えにええ、オイルショックっていう出来事が起こったのねは、うんうんうん、はい、はい、オイルショックね聞いたことあるね聞いたことあるでしょタケ、うん、ちゃんはまだ生まれてなかったと思うんだけど、うんうん、ママは今もよく覚えてると思うのね,うね、うん、このオイルショックの時は日本では この石油がないということは物資が足らなくなるに違いないっていうそういう噂が出て主婦たちが我こそはと先にトトイレットペーパーパを買い溜めたのねそれ聞いたことあるねなんかオイルショックでトイレットペーパーをみんなが買いに走ったっていうそう行列になったのよね、えー、本当にあれトトイレットペーパーパななくなっちゃう トイレットペーパーと石油のことあんまり関係ないんだけど、うん、石油が足らないということは物資が足らなくなるに違いないと思って、うんえー、主婦が大急ぎで買いに行った。うん、その買いに行ったというのを見たその他の人たちが、うん、あ、我こそも買いに行こうっていうのでね。 トトイレットペーパーのために行列ができた世界中のニュースになって、うんうんうん、あ日本だけがトイレットペーパー買わなきゃってなってた <laughs> 騒いでたっていうことそうなのよ。それが世界にまでニュースになったんだそうなの,そうなの<ー>だけど、うん、まあ日本はトイレットペーパーで大騒ぎなんだけど、はい、あーヨーロッパの方では石油がないために工場が うん、ああストップしなななきゃならない、えー、そのために小企業だとか中小企業が破産になってしまったっていうねもうこのオイルショックが大変な騒ぎだったのやっぱり石油を止められちゃったので燃料がなくて工場を動かせなくて会社は倒産。大変だね。 その時から世界中がイスラエル側につく報道をしたら石油を止められるということで、うんうん、イスラエル側につく報道は一切できないということになったのオイルショックのきっかけがイスラエルがかわいそうだイスラエル側についた報道をした結果だったってことな、うんだ なるほどだからイスラエル側についた報道はもうこれからできないっていう状況に追い込まれてるわけだねそうな世界中が,世界中が、うん、だから、うん、あイスラエルの出来事でこんなかわいそうなことをイスラエルに怒起こってますよってジャーナリストが会社に送ると、うん、それはもうふるいにかけられて<ー>絶対表に出てこない<ー>という世界が今の。 行動のの世界ななそうなんだじゃあ他にも出てこないニュースっていうのは結構すーごくたくさんあるのよ、えー、例えばね、えー、日本が、うんえー、津波に覆われて、えー、東北が大変な騒ぎになった時にイスラエルがシャッと来て仮病院を建てたでしょ、うんうん あれは素晴らししかったでしょそ,う、ねうん、それと同じことをガザ戦争の時にガザの国境のところに仮病院を置いて向こうから来るけが人たちを全部入院させて治してえ帰らせるというそのことをしてる。またシリアの国境は別に自分たちが戦争しているわけじゃないんだけど。 お政府と反政府の戦いでものすごいたくさんの人が苦しんでるからそこにも仮病院を建てて怪我した人たちを連れてきてそして治してあげるとそういうようなことをしてるんだけど、うん、聞いたことないでしょいや聞いたことないねすごいいいことしてるっていうかねいいことしてるんだけど、うん、絶対 第二報道に入らないよね<ー>やっぱりイスラエルがいいことをしてるっていう報道をするとその国に石油を配布してもらえなく,な,もえな,くなっちゃうから石油の力ってね、すごい力なのねそう,そういうからくりが報道の裏にはあったのねあ,あるの例えばね、うん、あの毎年約8000発のミサイルだとか、うん、ああロケットが あガザからイスラエル側に撃っていくのね聞いたことないでしょ聞いたことないねそれってイスラエルが大変ですよっていうニュースでしょ本当なら本当ならね、うん、それでイスラエルに撃ってきて、えー、そして、えー、もうイスラエルの人たちはものすごい怖がってそしてシ,ルシェルターの中に逃げ込んでって怒ってるわけね。うん でもそれは報道に出ないんだけど時々イスラエルの堪忍袋の緒が切れるのねそうすると報復ってするんそうするとイスラエルがガザーに報復したっていうその報復じゃなくて攻撃したって言って世界中が大騒ぎするんだけど誰も8000発を送られてることは 言わないの、ね、あそうやってイスラエルに対しては石油、まあ、がもらえなくなると困るのでイスラエルに対して良い報道はどうしてもできないイスラエルが大変ですよっていうニュースも <laughs> イスラエルの味方みたいだからできないでパレスチナ人はかわいそうだねっていうニュースだけいつもそう,そういう<ー>それが今現在の状況なのね。 でそのことが聖書のの言に出てるの、うん、だからケ、うん、ちゃん、ね「はい、ゼカリア書」12章を読んでくれる 2>,、はい、2節と3節見よ私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とするユダについてもそうなるエルサレムの包囲される時にその日私はエルサレムをすべての国々の民にとって 重い石とすするべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける地のすべての国々はそれに向かって集まってこようここで二節に「うん、私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする」って書いてるでしょ。ユダについてもそうなるという「ユダ」っていうのは、うん、旧約聖書の名前。 新約聖書ではユダヤって名前今はイスラエルこれ全部全部同じところね。ということはユダについてもそうなるっていうのはイスラエルについてもそうなるってなる、うん、まあ今理解できるだからエルサレム問題と、うん、イスラエル問題で周りの国々が。 よろめく盃となっているっていう。周りの国々って言ったら100、100%イスラム諸国なのね。ああ、イスラエルの周りの国々は。100%, 100イスラム諸国。えーはい、そして、はいえー、彼らがよろめく盃になるっていう。そのよろめく盃って何か。はい。うん。ちょっと、ここで私、お茶飲むよ。うん、はい。 これお,お茶飲むんだけどこれがお酒だと思って、うん、でちょっとそういうふうに想像してねはい、うんはい、お酒飲んだのよ、うん、そうすると少しすると私の顔がふわーっと赤くなってそ <laughs>、うん、して歩くと「よたよたよった」って歩くでしょ。<laughs> うんうん それは私じゃないの。うん、お酒を飲んだから赤くなってお酒のせいで魚体ヨ歩いて実際の私はまっすぐ歩ける。真っ赤な顔してない。それと同じことがイスラエルの周りの国々が報道を通して世界中の人たちが よろめかすこう報道によって本当のことじゃないのにあのイスラエルに来たらしいって思える実際のことじゃないんだけれどもよろめいているというそういうことを起こすよということがあこの聖書に語ってるわけね。うん、イスラエルについて 誤った報道ばっかり聞いてるからそれによってよたよたととしててる状態だってことね。ちょうどあ毒を飲んでるようなあ<ー>あお酒を飲んでるような、うん、えテレビ見るたんびにニュースを見るたんびに。 本当のことじゃない自分になっていくっていう、うん、それが高とななるっていう意味なのね本当に報道を通して実際にそのことがあ起こってるわけなのよねあ、まあ、それがさっき言ってたような、まあ、オイルショックがあったあのせいで、うん、その後もイスラエルにとっての有利な報道はもう誰もしないできない。できない。 で、悪い報道ばっかりするから、みんなその悪い報道だけを鵜呑みにしているっていうことね。うん。それで世界中がイスラエルに腹立ててる、うん。ああ。だから反ユダヤ主義が今世界中に広がってんのね。うん。これは報道のせいなのね。そういうことなんだね。うん。そして、三節に行くと、ああ。 このエルサレム問題イスラエル問題が全ての国々のためにとって重い人になるっていうねう一体いつになったら仲良しになってくれるんだろう、うん、なんでこんな戦争ばっかりしてるんだろうって世界中の人々の心に重たい思いをさせてるあ<ー>、えー、まあおそらくたけちゃんも何 一方的な報道で,で <laughs>、うん、一体これは何だろうってね、こうすごくなんか重たいものを感じる。んなんかちゃんとした報道をしたらいいのにとかね、うん、それを知るとまた重いのように思うしね。そしてそれをまともに飲んでる人たちは、うん、あのイスラエルに来たらしいって思、ね、ってまう、ね。たしまた重い意志になるってこと思、ね、だから人のことをイスラエルなくしてしまいましょうっていうような、はい、ああそういうようなことになるんだけど、えー このあ重い石を担ぐものがひどい傷を受けるっていう言葉があるでしょ。いこれは2つ意味があるのね。えー、このイスラエル問題エルサレム問題っていうのを取り除こうとしてイスラエルを取り除こうエルサレムを取り除こうとする人が。 神様から傷を受けれて、れ、受けれ、る。そういう意味。もう一つの意味は、周りの国々がざわめいてるから、うん、このイスラエル問題、エルサレム問題を担ぐ人が、結局周りの国々から痛みつけられるという、<ー>この二つの意味があるのね。<ー>で、えー、誰が、 はい、イスラエル問題エルサレム問題を担いでるのか誰が重い石を担いで,、うん、担いでるかっていうアメリカだけなのねアメリカはこの重い石を担いでるのでひど,ひどく傷を受けてるっていうことアメリカがひどい傷を受けるということを言ってるのねあ<ー>じゃあ,あどのくらいひど,ひどい傷を受けたのか、はいはい、っていうとこれ何だと思う これね覚えてるね覚えてるでしょ、えー、2001年9月11日、はいはい、ツインタワーが倒れた、えー、この時にベンラディンっていう人が出てきて自分たちがアメリカを襲ったのは、うん、イスラエル側についてるからだっていうことを何度も言ったのね。えー、ねそしてこれからも アメリカを攻撃し続けるということを言った、まあ、それでアメリカがベンラディンのいたアフガのスタンを襲うっていうことが起こったんだけどベンラディンはそうやって言ったんだベンラディンが言ったんですよ、えー、そしてアメリカはツインタワーが倒れたっていうだけじゃないのねアメリカは あーツインタワーが倒れただけじゃなくてツインタワーが攻撃されたのはこれ2回目うーん 2> そしてあっちこっちのアメリカの大使館が攻撃されてるそして、えー、海軍の船は爆発されるし<ー>、えー、兵士たちは殺されるし イランでは必ず1日5回祈るんだけど、その祈りの中に、うん、アメリカを泣き物にせよっていう、うん、その祈りが必ず入る。<ー>そして、アラブ諸国だけじゃなくて、イスラム諸国全部が、うん、アメリカは大きなサタン、うん、イスラエルは小さなサタン、その小さなサタンをなくしたいから、 大きなサタンもなくさなきゃダメだというのが今の状況なのね相当嫌われてるんだねアメリカはそうね本当にねアメリカはねすごい嫌われてるんだけど、うん、その嫌われてるっていうのがあそれだけで終わればいいんだけど、うん 世界中を石油の力でコントロールしているという世界が今の世界なのね。そうなんだ。うん。だから、このイランの、うん、最高指導者、ホ、うん、メニシーなんだけど、彼がニューヨークタイムズで堂々と語ってるのね。それは、えー、私たちは、 西洋でイスラエル側につくものを、石油を武器にして、攻撃することができる。1ヶ月石油を配布するのをやめたら、世界は揺るがされるって、もう堂々と言ってるのね。それをただ言ってるだけじゃなくて、これがホルムズ海峡なんだけど、 ここ細くなってるでしょうん、うん、この細くなってるところにイランの兵士がいっぱいいるの。へえー。えー。そして、いつでもこの海峡を閉鎖することができるように用意してるのね。うん、それは閉鎖することによって石油を出さないということ。ここを、石油のタンクがいっつも通ってるのね。うんうん、はいはい。 そして日本に到着する石油タンクの8割はここを通ってるのね。だからここ閉鎖されたら日本大変なことになる。日本も影響してくるんだ。すっごい大変な影響してくるのね。だから、この石油というものがすっごい力で働いてる。えー、そういうような世界でえ報道っていうのがいっぱい。 わけなのね、そうなんだいやこんなにスケールの大きい話だとは思わなかった石油ってやっぱすごい力を今の世界では持ってるんだね本当にねあのあ<ー>聖書の予言を深く学ぶと、うん、石油が鉄のような力を持ってるっていう<ー>その ああ予言にこう重なってくるっていう、うんうん、そういう世界なの、ねなまあそれで、まあ、どこも石油がなくなったら困るからやっぱり報道はすごい気を使って、まあ、臆病になっているっていうことなんだ。お臆病ど,どころか命に関わってくるっていうぐらいに石油が力るなるほど。もう完全に力をこう コントロールされちゃってるわけだねそういうことなのね。いやまあ素晴らしい質問をありがとう。<laughs> いやいやだから、ね、イスラエルが一方的な報道されちゃってるっていうのがねちゃんと謎が解けました。ああよかったすごい考えさせられることだね。でもすごいよ丸飲みしないでうこう疑問に思ってくれるたけちゃんあ,<ー>ありがとう。<や> <laughs> また今度別のことを聞きに来てもいいかなもういつでもだけちゃん植えるかも大事な話を教えてくれてありがとうまた来ますまた来てちょうだいそれでは本日のおさらいをします1973年の第四次中東戦争の時世界がイスラエル側につく報道をしたためイラクの元大統領サダム・クセインが 石油供給を止め第1回オイルショックが起こりましたこの時からイスラエル側につく報道はできなくなり今もニュースは一方的な報道になっていますイスラエルは東日本大震災の時急いで来て仮病院を建て多くの日本人を助けてくれました同じようにガザの境界線のところやシリアの国境のところに仮病院を建てて パレスチナ人やシリア人を助けていますしかしこのようなことは報道されませんイランはホルムズ海峡に兵士を置きイスラエル側につく者たちに石油の供給をいつでも止めることができるようにしています近代社会では石油の力が大きく働いていますそれでは皆様またお会いしましょう 加油！<Ciao> <Ciao>